ティアナは、かつて、アナトリアのカッパドキア地域に存在した古代都市である。現代のトルコ中南部、中央アナトリア地方、ニーデ県ケメルヒサルに相当する。紀元前千年期頃には、ルーイ5県の新ヒッタイト王国の都市であった。ティアナは、ヒッタイト人による文献では、トゥアヌアとして言及された都市である。紀元前2000年期中頃の筆体都市王国の時代には、トゥアヌアは、 フピスナ、ランダ、サハサラフワッサナ、クニヤワンニと並んで、主要な定住地の一つであった。このアナトリア中南部は、ヒッタイトの文献では、下の地として言及され、ある時には、ルーイ号を話す人々が住んでいた。ヒッタイト帝国の崩壊に伴い、トゥアヌは、ティアナは、白ヒッタイト国家軍の独立都市となった。成立当初は北方に位置するタバルの支配下に、 あったのか定かではないが、紀元前8世紀には、ワルパラス王の支配下で独立していた王国であった、ことがはっきりしており、この王の像が、イブリズの岩の彫刻など、この地域で発見された、ルビショー賞形文字の碑文から見つかっている。ワルパラワス王は、アッシリア文字でも、アーバラとして、アッシリア王ティグラとピレセル3世への貢ぎ物リストの筆頭に登場し、後には、 サルゴン2世への手紙などで言及されている。ワルパラワスの後は、息子のムワハラニに継承された。ムワハラニの名は、ニーデで発見されたモニュメントに残されている。ギリシャ神話では、この都市は、トラキア・オートアースが設立したとされ、はじめとアナと呼ばれ、カッパドキアのキリキアの門の近く、トロス山脈の麓に位置したとされる。クセノポンは、アナバシスにて、ダナの名のもと、 大きく豊かな都市であると研究した。この周辺に広がるのは、後には、ティアニティスとして知られるようになった。紀元前1世紀頃の哲学者である、ティアナのアポロニウスの出生地としても知られる。オイディウスは、変身物語にてこの周辺を、バウキスとピレーモーンの物語の舞台とした。ストラボンの記述によれば、この都市は、タウルスのエウセベアとしても知られていた。 ローマ皇帝からからの地下、都市はアントニアナコロニア、ティアナとなった。都市はパルミラ帝国のゼノビアに味方した後、272年にアウレリアヌスによって占領された。この時、アウレリアヌスは敗下の兵士たちに略奪を許さなかった。伝えられるところによれば、この時、ティアナのアポロニウスがアウレリアヌスの元に現れ、安全を懇願したためと言われる。 372年、ローマ皇帝ワレンスは、カッパドキアを2つの属州へと分割した。これにより、ティアナは、カッパドキアセクンダ属州の州都となった。また、古代末期には、キリストの都として知られることとなった。イスラム教の拡大により、タウルス山脈に沿って、東ローマ帝国とイスラム帝国間の国境が、確立された後には、キリキアとシリアを結ぶ、キリキアの門が、 南方3 0トルに広がることから、ティアナは戦略的に重要な軍事拠点となった。このためにティアナは何度もイスラム教徒の襲撃を受ける結果となった。これらの襲撃により、ティアナが受けた最初の略奪は、708年のウマイヤ朝による長く続けられた包囲戦で再建されるまで都市は荒廃状態のまま置かれた。その後の806年には、 アッパース町のカリーフである、ハールーンアイコールラシードにより占領された。ハールーンは都市を軍事要塞へと改築し、この地にモスクを建てるまでしたが、東ローマ帝国皇帝にケホロス一世が効能を、支払い和訳を結んだことで撤退した。831年には、アッパースイブンマームーンにより再び荒れ果て、アッパース町の支配下に置かれた。アッパースは、 マームーンが計画していた東ローマ征服のために、軍事植民地としての再建に3年をかけたが、833年8月に、マームーンが休止すると、後継のムータスイムが作戦を破棄したために、再建は半ばで放棄され、またもや荒廃した。933年以降、アラブの脅威が現じるとともに、この都市もまた衰退していった。ティアナの遺跡は、ニエデより、 約5キロメートル南、現代のケメルヒサルにあり、ローマ水道橋や地下墓地、洞窟墓地などが残されている。前説の通り、372年に、ローマ皇帝ワレンスが、カッパドキアセクンダ族集を創設したことにより、ティアナは大都市となった。これをめぐり、ティアナ司教、アンティムスとカイサリアのバシレイオスの間で、激しい論争が繰り広げられ、サフラガン司教の指示を奪い合った。 640年のティアナには3人の司教がおり、10世紀頃まで同じ状況が続いた。17世紀から18世紀にかけてのフランスの歴史家で、新学者のルキエンは28人のティアナ司教について言及している。1359年5月頃は、ティアナはまだ首都大司教を持つ年であったが、1360年からは、カイサリア司教が干渉することとなり、司教座が置かれた。 ありがとうございます。